guys! モンスタージョン TV! 始まりました。モンスタージョン TV。皆さん、まずはじめに一つありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。実はですね、先日欲しいものリストをね、更新させていただきました。そして、たくさんの仲間たちから、こちら、ドーンと、棚ごとドドーンと、プレゼントしていただきました。ありがとうございます。今回はですね、それを一つ一つご紹介をしていきたいなというふうに思います。じゃあ紹介していこうか、テッドくん。めっちゃ嫌がってる。はい、今度こそ紹介していきましょう。まずこちら、豆乳を七尾さんからいただきました。ありがとうございます。そしてごめんなさい、はい、こちらね、すでにちょっと飲んじゃいました。ごめんなさい、すいません、許してください。何でもしますから、あの、すいません。でもね、めちゃくちゃ美味しくいただいております。七尾さん、ありがとうございます。そしてお次はこちら、テッドくんのおやつ。早いね。テッドくんのおやつね、炙りもん。これさつまいもです。実はテッドくんね、さつまいもが大好きなんですよ。このね、炙りもんと、おーいえー、まだまだまだ、あとで、はい、よしよし。こちらの炙りもんと、こちらの柔軟剤は飲み物ではないよ。テッド君、違うね、違う、はい、違います。こちらのね、僕が普段から使ってる柔軟剤、これめちゃくちゃいいんですよ。香水の匂いがするんですよ。すごくおすすめです。炙りもん、そして柔軟剤ランドリン、そしてこちらのプレゼントを響き師からいただきました。ありがとうございます。こんなにたくさん響き師、マジでありがとうございます。ちょっと早速開けていきたいなと思います。ありがとうございます。響き師、メッセージカード読ませていただきました。ありがとうございます。響き師からのメッセージ大切にします。よ、この中から出てくるのは、お、来ました、電気ケトル。響き師、マジでありがとうございます。普段からね、僕はお湯とかをね、こう飲んだりするんだけども、喉のケアで、その時に電気ケトル使うんですよ。で、今1個あるのはもう結構古くて、ここにこうポチってね、ボタンがあるんだけども、それが押してもね、すぐパタッて戻っちゃって使えないような状態なんですよね。なので、これはもうめちゃくちゃありがたいです。本当にありがとうございます。お次はこちらのプレゼントをケイスケさんからいただきました。ありがとうございます。早速ね、メッセージカードついてるのに、メッセージカードを読ませていただきたいなというふうに思います。これね、本当はみんなに見せたいぐらい、ちょっとね、嬉しいこと書いてあるよ。本当にケイスケさん、ありがとうございます。こちらのメッセージ大切にします。本当にありがとうございますね。じゃあ早速開けていきましょう。はい、こちらファブリーズをいただきました。ありがとうございます。しかもね、これハウスダストや花粉をね、最大 95% も除去してくれる最強のね、ファブリーズなんですよ。もう花粉でね、俺たまにこう鼻かいたりする時あるじゃん、放送中に。もうあれめっちゃなんかね、フィーバーすると止まらんのよ。それの対策としてね、もうこれめちゃくちゃありがたいですよ。本当にありがとうございます。一応ね、ペットとか飼ってるとファブリーズってよろしくないのよ。なので基本的には僕が布団とかをね、干す時にこれを使っていくっていう感じにね、なります。ケイスケさん、本当にありがとうございますね。メッセージもめちゃくちゃ嬉しかったですよ。ありがとうございます。まだまだね、プレゼントございます。次ご紹介するのはこちら。すでにテッド君が興味津々だね。はい、さつまいものささみ巻き。先ほどもね、お伝えしましたが、テッド君はこの通り、さつまいも大好きなんですよ。まあ、待て、あと、はい、あとでプレゼント、あと、はい、ね、こんな感じでさつまいも大好きなテッド君です。こちらと、そしてこちら、鶏ささみ。これね、1袋に3つ入ってるんで、合計6袋ございます。本当にありがとうございます。もうこれでも当分テッド君はね、もうおやつだらけ、もうおやつに囲まれた、もうパラダイスですよ。本当にありがとうございます。これプラスまだまだございます。テッド君にプレゼントと僕にもまだございます。僕にはね、こちらをいただきました。テッド君、君じゃない、これはね、君じゃないよ。はい、君じゃないです
ますよ、違います。はい、僕がいただきました充電器のね3点セットです。何かっていうと、これ外で充電できるハイパワーの充電器でございます。違う。最近ね、外で生配信とかっていうのもちょいちょいやってるんですけども、充電がやられてしまって結局ね全然できないっていうのが、これで一気に解決できるっていうね、もう最強のアイテムです。本当にありがとうございます。はい、次はこちら、モンスター箱でいただきました。マジでありがとうございます。これね、すでにごめんなさい、飲んじゃってます、ごめんなさい。いやね、めちゃくちゃ美味しいのよ、めちゃくちゃ美味しいのよ。ついついね、いただいております。なんか天の声までこっち来たけどね。はい、本当にありがとうございます。1日1本でいただいております。飲みすぎるとね、これも翼生えてどっかに僕ちょっと召されそうなんでね、1日1本美味しくいただいております。さつまいものささみ巻き、鶏ささみ、そして充電器3点セット、大量のモンスター、そしてこの棚2つ、みかんさんからいただきました。ありがとうございます。このね、この棚は、一つはテッドくんのね、こういったおやつを入れる棚として使っていくと、もう一つに関しましては、黒柴ちゃんにねプレゼントしていただいたフルグラとか、ライカ氏からプレゼントいただいたねプロテインとか、そういったのをこっちに入れていくという流れになります。でも実はこれで完成ではなく、こちらの収納ボックス、これをこの棚に入れて使っていくっていうような形になります。こちらの収納ボックスもみかんさんにいただきました。みかんさん、ありがとうございます。大切に使わせていただきます。本当にいつもありがとうございますね。完成するとこんな感じです。あら、出てくるかも。なんはい、こんな感じでね、出来上がりとね、今までね場所がなかったねテッドくんのおやつとかを入れる場所がこちらに入れられると、こっちにはね、さっき言った感じでプロテインだったりとかフルグラを入れていくっていうような形になります。七尾さん、響氏、圭介さん、美川さん、本当にありがとうございます。大切にさせていただきます。ちなみにこちら、前回ね香織氏からいただきましたテッドくんのおトイレ、しっかりと使わせていただいております。ありがとうございます。そしていつもね見てくれてるみんな、本当にありがとうございます。 YouTube 一本になってね、本当に今が一番大変な時にもうこうやってね助けていただいたりとか、いつもね生放送とかで遊びに来てたくさんのね言葉をいただいたりとか、僕はすごく嬉しく思います。改めて今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 サブチャンネルモンスターズジョンゲームズでは毎日いろんなゲームを生放送しています。メインもサブもチャンネル登録よろしくです。高評価もよろしくお願いします。今回も見てくれてありがとうございました。